このまま持ってってください。じゃあ、森のコンサートですので、いきなりですので、ちょっと最初、発声練習からやらせていただきます。いいですか？ハレルヤから。ハレルヤ。サン。あ、また違うかったね。そうです。はい、最初に、お届けします、詩編89というのなんですが、プサーム89ですね。でこれは手拍子で歌う歌ですので、皆さんでぜひ1、2、3、4こんな感じで、入れてくだされば、非常に歌う方は気持ちがいいと思いますので、よろしくお願いします。I will sing all the mercies of the Lord.
マーバラスマンボウというのがなんか流行ったことがあるんですね。素晴らしい。マーバラス。打ち合わせが。これはあの皆さんがあの知っている方が多いと思いますが、オーハピーデイという曲を作った方の弟で、ウォルター・ホーキンさんという方が作ったんですね。ロスアンゼルスで活躍。3年前になくなったんですけど、私は個人的にこの奥さんが大好きだったんですが、その方はまた元気に活躍しております。じゃあマーバラスをやります。You gave that I might live.
Yeah. ありがとうございます。次の曲で、一応アカペラコーラスは終わりたいと思います。まだ始めた方で1ヶ月まだ3ヶ月の方も歌がよくまだ飲み込めないので3曲が限度なんです。次はあなたこそは神様、ただ一人の神様ですという、なんかね、人がそんなこと言っているかどうかわからないんですが、そういうのYou are God alone. Be all glory and honor, dominion and power forever and ever. Amen. Be all glory and honor, dominion and power forever and ever. Amen. Be all glory and honor, dominion and power forever and ever. Amen. Be all glory and honor, dominion and power みんなせんでも私の方も限界な声が出なくなってしまう。ありがとうございます。フォーリーフクローバー、はい、幸せな時間という、フォーリーフクローバーの幸せというようなクリップです。月2回だけの練習でずっとやってるんですけども、今は一緒に歌う方を持ちつつ募集しております。はい、ありがとうございました。次にですね、今井さんっていいですか、今井美人さんという方をご紹介します。野木に住んでおられる方、今日2時間かけてますね。
昨日も青森にいたんですね、2時間かけて夜中帰ってですね、また2時間かけて戻ってきてくださいました。よろしくお願いします。森の中で歌うのには魂を歌う、オークションを歌っている方も非常に騒がしい方、タバコタイムだ、よろしくお願いします。こんにちは。野辺寺から来ました。好きな歌を好きなように歌うというのはコンセプトなので、あ、こんなことこれ電源も聞きもいいんですか。